What's up, man? りょうたです。今日なんですけれども、なんとですね、タイにいます。ということで、まあ、ベトナムからカンボジアに行って、そのままタイに来たわけなんですけれども、タイはパタヤにいます。この前までバンコクにいたんですけど、昨日ちょうどバンコクからなんと100円で電車で移動してきたっていう TikTok の方に載せてるんで、ぜひちょっと見てください。はい、ということで僕はちょっとパタヤにやってきたわけなんですけれども、見てください、もうこれ目の前がビーチです。ただちょっとパタヤのビーチあんまり綺麗じゃないなっていう印象があって、で調べてみたら、なんとパタヤからこれまた100円である離島に行けるとのことで、今回はですね、南島に行っていきたいと思います。なんかそこはめちゃめちゃ透明度も高くて、まあ本当やったらバンコクからも日帰りで行けるって言われている、まあ、リゾート地なんですけれども、まあパタヤ自体もそもそもバンコクから日帰りで来れるっていうのはあるんですけど、まあそこからフェリーみたいなので片道45分ぐらいかけて行くらしいんですけど、今日はね、そのめちゃめちゃ綺麗な海を皆さんにお見せできればと思うので、僕も初めてなんですけれども、めちゃめちゃ楽しみですね。ここ最近あんまりめちゃめちゃ綺麗な海は行ってなかったので、はい、ちょっとテンションが上がっております。今日はっていうのでね、ちょっとカンボジア用の盗難防止として、このポケモンのめっちゃ可愛い携帯ストラップを使ってるんですけど、僕はまだまだ元気やってます。35万で世界一周っていうめちゃめちゃ過酷な企画をやってて、大丈夫かこいつみたいな思われてるかもしれないんですけど、めちゃ元気なので安心してください。っていうので、これからソンテンに乗ってとりあえず港の方まで行きたいと思います。では、ということで、ソンテン越し撮ることができました。待ってたら2分くらいで来て、タイミングがすごい良かったです。まあ結構頻繁にパンパン走ってはいるんですけれども、たまに誰もお客さん乗ってなくてチャーターみたいな感じになるパターンもあるの で値段交渉してみたいな、それは僕も乗らないので、ただそうじゃなかったら1回10バーツ37円くらいで乗れるので、すごいお得です。僕は今ジョンテーっていうパタヤの南のところに泊まってて、でここからパタヤの中心の方に行かないといけないんですけれども、それも一律で行けるのですごい安いです。ただ運転手によってはお前20払えとかって言ってくるぼったくりとかもあるんで、それだけは気をつけてください。10番ずつ走っててっていう感じで次回は気にしてください。というのでね、フェリーが行く先によって時間帯がちょっと分かれてて、僕が行きたい方が11時と次が1時になるので、ちょっと今10時10分なんですけれども、あと50分ものやつに乗りたいと思ってて、なかなかギリギリではあるんですけど、頑張っていきたいと思います。後ろビーチです。こうやって見てるとめっちゃ綺麗だと思うんですけど、近くまで来ちゃうとちょっと結構濁っちゃってて、湘南の由比ヶ浜みたいな感じだと思います。はい、ということでウォーキングストリートのところまでやってきたんですけど、ウォーキングストリートは結構スタビれてますね。潰れてるところも多かったり、セブンとかも臨時休業しとったりするぐらいで、やっぱりそれぐらい人がいないんやと思います。ちょっとまだ夜のパタヤに来てないので、夜はどれぐらい栄えてるかわかんないんですけど、今はちょっともう端っこの方にはなるんですけれども、見た感じ、例えばこういうのもう絶対潰れてるじゃないですか。こういうのが結構多かったり、後ろの方の真ん中ら辺とかでも結構多くて、すごいやっぱりコロナの影響は激しかったんだなっていうのを感じます。っていうのでね、港が見えたので、なんとか11時の便に間に合いそうです。イエイ。はい、どんどん南島に近づいていきたいと思います。では、はい、ということでフェリー乗り場やってきました。めちゃめちゃ人います。えぐいです。これ僕乗れるんですかね、フェリー。11時の逃したら次1時なんで、めちゃめちゃ渋いんですけど頑張ります。でもめちゃくちゃ綺麗です。マルタみたいですね。
本当に死ぬほど陽気あってビーチあってみたいな感じで、ほんまにマルタそっくりです。お金は30バーツなのでだいたい111円ぐらいですね。それを直接船の中で現金で払えとのことなので直接行って払いに行きたいと思います。はい、最高です。なんかちょっとワクワクしてきました。嬉しいですね。というのでね、このままどんどん行ってきます。では、本日は下到尾なか皆さんに出現するようにいるカルナーリープラナーリープラ。はい、ということで動きました。これから南東に行ってきたいと思います。なかなか離島とか沖縄でもちょっと行ったことがなくて、行きたさはめっちゃあるんですけど、ちょっとなかなか行くことができず、タイの離島高いんやろなと思ってたら、なんとめちゃめちゃ安かったんで、ほんまにバンコクからトータルでしても200円くらいで行けるみたいな、死ぬほど安かったので、ぜひぜひ行っちゃいたいと思います。ちょっと逆光なんですけれども、めちゃめちゃ綺麗です。っていうのでね、これから最高の景色を待っててください。では到着しました。っていうので南東にやってきたんですけど、船乗っとる時からもう結構ビーチとか見えてて、すぐそこがもうビーチなんですけど、めちゃめちゃ青くてすごい丸太みを感じました。多分さっきも言ったと思うんですけど、そもそもパタヤの方の港の方でも船が容器あったりとかで、ビーチの色とかも結構多分マルタに似てるのかなと勝手に感じました。まあ、僕コミノ島は行ってないのでわかんないんですけど、まあ、それでもゴゾとか、あとはそのゴゾ行くまでの間のコミノの見た感じとか、そういうのでめちゃめちゃ似てるように感じました。っていうのでこちらです。じゃじゃーん、バカ綺麗、マジで綺麗です。ちょっと一目散に飛び込みに行きたいと思います。はい、でははい、ということで最高です。乱闘イエーイ、最高です。めちゃめちゃ綺麗で、見えるかな、めちゃめちゃ透き通ってるっていう、ここは最高です。楽園です。もっと綺麗なところもありそうですね、探したら。十分綺麗なんですけど、ほんまにマルタみたいですね。マルタもこんな感じでしたね。めちゃめちゃ似てる、本当にそう言われると。超似てます、最高です。はい、本当にこれがバンコクから最安200円で来れると思ったら、もう神みたいですね。言うてバンコクとかは結構距離あったりするんですけど、その電車と
あとフェリーがめちゃくちゃ安いので。でも大体皆さん楽やからバスで来られるんですかね。バスやったら400円ぐらい でしかもバスの方が本数もいっぱい出てるし、時刻もめっちゃいい時間帯とか出てると思うので、電車やったら朝一とかしか出てなかったりするし、で、あとはフェリーの時間帯もちょっとまばらやったりするので、まあ皆さんよっぽどお金に困ってないとかであればバスとかで来られるのがいいのかなと思います。まあ電車も全然楽しくて、風景とかもすごい綺麗で、田舎道走って面白いので、そっちもおすすめです。はい、というのでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。では、シェア。